汚れてんなぁ、俺のプリウス。というわけで今回は、オイルフィルターだけ外したらどうなるのか、実験するだけの動画です。ああ、スロープに乗せるだけじゃ窮屈だ。オイル交換の意味を考えれば、フィルターだけ変えて減った分補充なんて、意味がわからないことだけどな。フィルターレンチを回してる時の映像がガタガタすぎたのでカット。撮影のためにジャッキアップするべきでしたな。9000キロのオイル。エンジン使用率は 50% で、完全ベタ踏みを抑えた中回転運用でしたが、まあ悪くないですな。オイルパンの真横にオイルフィルター、横向きだから垂れてくることもない。トヨタ車の整備性は良好だな。ちなみにこのフィルター、再利用できるステンメッシュタイプで、3万円するんですよ。オイルの抵抗が目に見えて減ってトルク感が大幅アップします。高級オイルや湿式エアクリーナーと合わせて、ノーマルモードがパワーモード、そしてこれだけです。ドバドバ垂れてくることもないですよ。これでおしまいです。この後普通にオイル抜いてメンテナンスしていくのですが、その様子は別の動画にします。戻さないからな、掃除するからな。というわけで結果、そこそこオイルが抜けてくるだけ。おい何してるんだよ、落としてんじゃねえか。グダグダ。